こんにちは、野球クラブ18です。ハーパーのこと忘れたの。大谷翔平欠場に対するグラスノーの意外な反応。スターティング選手リスト大谷とロバーツのライブチャット公開。ドジャースの大谷翔平選手がダイヤモンドバックスとの試合でスターティングラインナップから外されたことについてですね。アリゾナ州フェニックスのチェースフィールドでの試合でした。この試合は大谷選手にとって今シーズン33試合目であり。 移籍後初めての休養費となりました。監督のロバーツは試合前に日本とアメリカのメディアに対し、大谷は通常のオフデーをとっています。特に問題があるわけではありませんが、毎日試合に出ていたので、休息を与えることが将来的に彼にとって良いはずですと語りました。それに、大谷選手自身もこの休養の必要性を理解しているようですね。ロバーツ監督が休養について話したとき、 大谷選手は長いシーズンであることを理解しているので、何の問題もない、自分にとって最善のことだと理解していると反応したそうです。試合後、タイラー・グラスノー選手がチームメイトの大谷翔平選手の不在について記者から質問されましたね。彼は、試合に来たファンにとってはがっかりかもしれませんが、無理をして怪我をして長期間離脱するよりは、適切な休養を取る方がずっとましですと答えました。 多くの人が忘れがちですが、大谷選手は6ヶ月前に手術を受けたばかりです。例えば、ブライス・ハーパー選手も手術後6ヶ月でホームランは3本にとどまりました。大谷選手がこれまで試合に出続けていること自体、異例のことです。そして、グラスノー選手はさらに、ドジャースの大砲として、ポストシーズンで、一発で試合を決める、能力が最も求められるでしょう。 試合を見に来た人たちには残念かもしれませんが、その忍耐のおかげで、私たちはいつも大谷選手を見ることができるのですとコメントしています。大谷翔平選手の状態について、昨日の試合でのあるシーンが印象的でしたね。彼が一度もバットを振ることなく三振したことを見て、監督も彼が疲れていると感じたはずです。特にに延長10回裏ででの出来事です大谷選手は塁塁と3塁にいましたが フリーマンが連続で投じた2球が左方向にそれた際、彼からは積極的に走る様子が感じられませんでした。このシーズンの初めから彼の動きには何となく重さがあるように見えます。精神的、肉体的な疲労が感じられると思います。プロのアスリートでも、長期間のパフォーマンスと厳しいスケジュールが影響することがありますからね。昨日の大谷翔平選手について話しましょう。彼は明らかにモチベーションに欠けており、 9連続の大陸間試合をこなすのが困難だったようですね。シーズン開幕から1ヶ月が経過し、彼にとって新しい環境であるスウォンの問題もあり、彼の体と心の状態を理解するのは他人には難しいです。それにもかかわらず、彼のパフォーマンスが素晴らしいことは驚異的です。幸いなことに、ドジャースはエンゼルスと違って大谷選手のパフォーマンスに依存しているわけではなく、多くの優秀な選手がいます。 彼らはオフの時にしっかりと休息を取り、怪我や体のダメージなくシーズンを過ごすことができるでしょう。大谷選手が二刀流として来年もプレーするのが楽しみですね。最近の報道について、大谷翔平選手がスターティングラインナップから外れたという話がありますが、確証はありませんね。しかし、このような時に山本義信選手の存在が重要になります。特に今は日本でゴールデンウィークですから。 日本から彼を見に来るファンのためにも大谷選手は出場したいと強く願っているでしょう。しかし、山本選手がいることで、大谷選手は精神的にも安心感を得ているはずです。山本選手がチームにいることで、大谷選手もプレッシャーを感じずに、よりリラックスしてプレーできるのではないでしょうか。大谷翔平選手が連続試合に出続けていましたが、ついに休養費を得たようですね。 観客を引きつける能力があり、休むことを望んでいなかったので、で休息を取るののがなかなかかか難ししったのでしょう昨日は体調が優れなかったようで今日の対戦相手の左腕投手が苦手とするタイプだったことから休養のタイミングとしては完璧かもしれませんね彼が投手としての復帰を目指して裏で努力していることを考えるともっと休息を取るべきかもしれません大谷翔平選手のチーム内での役割について 少し考えてみましょう。エンゼルス時代とは異なり、ドジャースでは大谷選手がいなくても試合を進めることができますが、彼がいるとさらにチームは強くなります。大谷選手は自然にヒットを打てる選手で、無理をせずとも調整ができるタイプです。彼がいることで、チームのオプションが広がり、より多くの戦略を展開できます。職場で考えてみても、 自分がいないときに上司や同僚がフォローしてくれる環境で働く方が、自分がいないと仕事が止まってしまうような状況よりも、はるかに心強いですよね。大谷選手も、そうしたチームのサポートを感じながらプレーしているはずです。特に大谷翔平選手のように、どれだけ疲れていても全試合に出場しようとする選手にとって、適切な休養費の設定は賢明な判断です。 エンゼルス時代は大谷選手の意見が大きく反映されがちでしたが、チャンピオンシップを目指すチームでは、より体系的なプログラムが整っています。そして、山本義信選手が登板する日などは、チームも彼にさらに多くの力を使ってもらうことを期待していますから、休養を取るタイミングとしては良い判断だったと思います。特に9月に入ると、プレーオフに向けて休養を取る機会がほとんどなくなります。 その前に適切に体を休めることで、シーズン終盤の疲労を防ぐことができます。大谷翔平選手が試合に出場しなかったことについて話しましょう。試合を見に来たファンにとっては残念なニュースですが、もっと悪い状況は、彼が無理をして怪我をして長期間離脱することですよね。大谷選手は6ヶ月前に手術を受けたばかりで、その回復過程は簡単ではありません。例えば、 ブライス・ハーパー選手も手術後6ヶ月でホームランはたった3本にとどまりました。大谷選手はドジャースの重要な打者で、ポストシーズンでは一発で試合を決める力が特に求められます。だからこそ、彼が最高の状態でプレーできるよう、適切な休養が必要なのです。最近の大谷翔平選手のパフォーマンスについて話しましょう。彼は先日の試合で3回の三振を記録しましたね。 ちょっと調子が出ない日もあるようです。一方で、山本由伸選手はバーンズ選手と組む方が成績が良いとされています。スミス選手もバッティングが優れているため、彼を DH として使い、大谷選手には急速を取らせるのが最適な戦略かもしれません。その戦略は理にかなっていますね。大谷選手が最近ヒットを打てていないとはいえ、彼のパフォーマンスは全体として高いレベルを維持しています。 今日の打線のつながりを見ると、打順の改善の可能性もありそうです。メジャーリーグのスケジュールは、日本のリーグと比較しても非常に過密ですね。ダブルヘッダーや連続10試合以上、雨で数時間遅れる試合など、身体的にも精神的にも選手には大きな負担がかかります。そんな中で、チームの重要な主力選手には適切な休養が必要とされています。大谷翔平選手も、 そのような主力選手の一人として認識されており、彼に与えられる休息は、彼がチームにとっていかに重要かの証しでもあります。大谷選手は攻守両面でチームを支えるキープレイヤーです。彼の体調管理は、シーズンを通じてチームの成績に直結するため、適切な休養は必要不可欠です。ドジャースは連続のアウェーゲームをこなしており、主力選手に適切な休養を与える必要性を認識しています。 特に大谷翔平選手については、今日は休息費とされたようですね。ドジャースはポストシーズン常連であり、シーズン全体を通じて選手の疲労を避けながら質を維持するために、180試合を基準に運営を考えていると思います。これには大谷選手も同意しているでしょう。長いシーズンを戦う上で、主力選手を適切に休ませることは非常に重要です。ドジャースは特に、 最終局面まで選手を消耗させずに最高のパフォーマンスを維持できるよう戦略を立てています。それによってチームはシーズン後半やポストシーズンで強さを発揮できるわけです。大谷選手もこのプランに賛同し、チームの一員としてその戦略の下でプレーしていることで、彼自身のパフォーマンスも最大限に引き出されています。エンゼルス時代のジョー・マドン監督と、 ゲンドジャースのデーブ・ロバーツ監督の選手起用法の違いについて話しましょう。マドン監督は大谷翔平選手の意思を尊重し、彼がプレーしたいと望むならば、体調が万全でなくてもスターティングラインナップに名を連ねるそうですね。大谷選手は野球が大好きで、試合に出たいという意思が強いため、自ら休みたいということはほとんどありません。しかし、かデーブ・ロバーツ監督は、 彼の性格と体調を客観的に評価した上で最終的な起用判断を下します。どんなに優れた選手でも常に完璧であることは不可能です。ロバーツ監督は大谷選手をベンチスタートにすることを彼に伝えたかもしれませんね。監督の冷静な判断が選手のモチベーションよりも重要だと考えるのは妥当です。